こんにちは、ベルネスキッチンの関口彩子です。今回はつけるだけの健康食品、養生漬けの作り方をご紹介します。4つの養生野菜を使って、夏バテや食あたり予防、そして健胃効果、食欲が減退するこれからの季節にぴったりの浅漬けになります。ぜひ健康管理に役立てていただきたい漬物になります。ぜひ最後までご覧になってください。ベルネスキッチンでは、食から始めるアンチエイジングをテーマに、心も体も元気になる情報を続々と配信していきます。ぜひチャンネル登録してくださいね。4つの養生野菜のご説明をいたします。まず新生姜です。生姜の若い状態の根っこなんですね。非常にみずみずしくてフレッシュな香りが特徴です。シネオールという爽やかな香り、こちらは健胃効果、消炎、食欲増進に役立ちます。普通の生姜にももちろん含まれているジンゲロールという辛味成分、加熱をしてジンゲロールが生姜オールに変わると、より体温め効果というのは高くなる特徴があります。今回は生で使いますので、ジンゲロールの殺菌効果を期待したいと思います。カリウムやマグネシウムも豊富に含まれているお野菜です。そして次に、大葉はベータカロテンがとにかく豊富です。人参よりも豊富に含まれていて、ヨモギやシタバなどの、ね、健康野菜、それの2倍もベータカロテンが含まれているんですね。でそれによって免疫力とかがん予防に役立つお野菜です。ビタミン B 群、ビタミン E、ビタミン K なども含まれています。そして特徴的な香り成分のペリルアルデヒドというものは、殺菌とあと健胃作用があるんですね。3番目のお野菜がミョウガです。アルファピネン、カンフェンという香り成分があるんですけれども、これは抗菌、抗ウイルス、抗炎症効果があります。そして辛味成分の生姜ジアールという成分、これは食欲増進、血流を良くして夏冷えにも効果的です。そして最後、長芋です。こちら特有のネバネバ成分が含まれますけれども、これは水溶性食物繊維で、腸内の善玉菌の餌になりますのでね、腸内環境を整えて免疫力を高める効果につながっていきます。アミラーゼ、ジアスターゼという消化酵素を含んでいるんですね。で、でんぷんを消化する酵素なので、生で食べることができると言われています。夏場消耗しやすいカリウムの補給にも役立ちます。細胞の活性が低下するのを防ぐ効果もあります。これらのお野菜、ざっとまとめてみると、食欲減退や食あたりの予防、そして胃の調子を整える効果があります。ぜひこれからの季節にご活用ください。夏場の健康を守る養生漬けのレシピです。こちら先ほどご説明したお野菜類ですね。そしてお酢、みりん、お醤油とお水、そして出汁用の昆布になります。お野菜全部刻んで混ぜていくだけなんですけれども、順番に切り方ご説明いたします。新生姜は節の部分で切って、で結構汚れがこういう節の間に溜まっていたりするので、綺麗に洗っていきます。綺麗に水洗いしました。そしてこういうところに少し茶色い皮がついていたりしますよね。で、あの目立つ皮だけ少しこう包丁で剥ぎ取るような感じです。ちょっと茶色っぽいところだけね、取っちゃってください。生姜の皮に香り成分なんかも多く含んでいますので、硬そうなところだけをこう削ぎ落とすような感じで剥いていきます。軽くお掃除をしました。あとは刻んでいくだけです。で、新生姜は結構あの辛みが少ないので、少しサクサクっと歯ごたえがあるぐらいの大きさの方がアクセントになって美味しいんですね。なのでまずね、4、5ミリの厚さに輪切りにしていきます。でまたさらに4、5ミリぐらいの棒状にしていきます。そしてそれをまたさらに4、5ミリ角にしていく。こんな感じです。今回新生姜使っていますけれども、もし新生姜が手に入らなかったら普通の生姜でも構いませんが、かなり辛くなりますので、分量としてはね、4分の1量分ぐらいに減らして、で今結構大きめにサクサク角切りにしていますけれども、もうもっともっと細かくみじん切りにするようにして使ってください。新生姜が切れました。こんな感じです。続いてみょうがになります。みょうがはもうこのまま輪切りです。でもしね、すごくずんぐりしているみょうがであれば、真ん中に少し切り目を入れておきます。こんな感じでみょうがは切っていきます。みょうがが切れました。続いて長芋です。長芋は皮を剥いていきます。
はい、で長芋は結構大きめでも食感があって美味しいので、新生姜とかに比べたら少し大きめの角切りにしていきます。最後大葉になります。で大葉はこの茎の部分ちょっと硬いところだけねちぎってください。はい、大葉はざっくりと全体を重ねて、で幅の広いところに少し切り込みを入れます。あとはこう細切りにしていくんですけれども、同じ長さになるようなイメージですね。はい、あとはザクザクと5ミリ幅ぐらいに切っていきます。全体が均等になるように混ぜておきます。すごくいい香りです。食欲減退するね、これからの季節に本当にぴったりだと思います。新生姜もね、いつも甘酢漬けとかワンパターンになりがちになる方なんか特にこの食べ方おすすめですね。新生姜のレシピはこちらの方もぜひご参考にされてください。はい、全体が混ざりました。はい、そしたら漬け汁を作ってこちらのお野菜を漬けていくだけなんですね。漬け汁を作っていきます。はい、お水が入ります。そして昆布ですね、ちょっと長さが長いので適当に割っておきますね。はい、お醤油です。みりんが入ります。お酢が入ります。調味料全部入りました。あとは調味料を一煮立ちさせたら火を止めます。はい、でその間にお野菜の準備をしておきます。清潔な保存容器に先ほど混ぜたお野菜を入れていきます。漬け汁が煮立ってきました。しっかりとみりんのアルコールを飛ばすような感じで煮立てていきます。はい、火を止めます。熱々の漬け汁が入ったら全体を混ぜていきます。こう少しね、押し付けるようにしていくと、煮汁とお野菜の割合がね、ちょうど良くなってきます。この状態で常温で3、4時間ぐらい寝かせてください。そしたら完成です。この養生漬けなんですけれども、このまま食べてもね、美味しいんですよ。そんなにね、すごくしょっぱいわけではないので、このままね、ちょっとご飯にかけて食べちゃったりとかしてもね、すごく美味しいんですけれども、その他にもおそうめんとか冷たいおうどんに薬味代わりにねたっぷりかけていただいたり、またはね納豆ですね、納豆にねたっぷりかけると美味しいんですよ。こんな感じでね、もうたっぷりかけてください。本当に合います。でまた納豆にはないね栄養分なんかも取れるのでね、さらにバランスのいい一品になりますよね。でいつものね冷ややっこもこのね養生漬けをたっぷりかけていただくと本当に元気が出ます。スタミナ倍増ですね。お豆腐はねタンパク質多いので、あとこの養生漬けのお野菜に含まれる成分がねタンパク質と取るとね免疫力アップにも役立ちます。こちらちょうど出来上がってるものなので、ちょっと味見をしてみたいと思います。ちょうど3時間ぐらい経ちました。すっかりね味が馴染んでいます。うん、新生姜のね爽やかな辛味が結構効いてて、で甘みがねほとんどないので本当にさっぱりしています。そんなに味が濃くないので、これだけでも召し上がっていただくことはできるんですけれども、薬味代わりにとか何かにかけていただいたりするとね本当に美味しいです。大葉が好きだったらねもっと入れていただいてもいいかもしれないですね。ぜひお好みのアレンジで楽しんでみてください。今回は漬けるだけの健康食品、養生漬けをご紹介しました。他の野菜をプラスしたりアレンジしたりすることもできますので、ぜひお気に入りの養生漬けを作ってみてください。たっぷり作り置きをして冷やしておくと、毎日の食卓にプラス一品がとってもしやすくなると思います。ぜひご活用ください。最後までご覧いただきありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。